ここ見どころなんですよね。誰でも思い通りに歌うことができる。どうもみんなの発声評論家翔天帝です。さて今回は新天地開闢集団ジグザグの復讐は正義、こちらの御事様の発声を、徹底解説したいという試みです。このチャンネルは明日から歌や音楽がちょっと楽しくなる情報をお届けし、科学的なボイストレーニングの知識を学んでいただきます。今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。さらにこの動画はプレゼントがついてます。誰も思い通りの高音で歌えるようになれる高音ボイストレーニング教材、これを無料配布するお知らせもします。見逃さないようにぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。さて、ジグザグ第2弾ですね。前回はジグザグの、カバーについてお話ししたんですけど、圧倒的な歌唱力の御事様をね解説したんですけども、いやジグザグのオリジナルもすごいんですよ。そこで悩んだのが何の曲しようかなーって思いまして、でこの、番組を見ていただいた皆様が僕のツイッターの方に来てくれて、それでねじゃあジグザグ次の動画何をやったらいいっていうのでアンケートを取りまして、でその中で1位になったのがこの復讐は正義ということでね、ガンガン解説していきたいと思います。でこの復讐は正義なんですけど、実は面白いのがデス声なんですね。皆さんデス声ってご存知ですか？よくブーってこういう感じでね、ちょっと怒鳴ってるようなそんな雰囲気のする声なんですけども、ロックでもねワンオクロックも使ったり、いろんな方が使ってます。シコア系の方、実は御事様はこのデス声を3種類持ってて、この3種類のデス声を巧みに使い分けながらいろんな表現をしてるんですね。ですのでやっぱり神業ということで見ていきたいと思います。ではまずね、ジグザグ御事様を知らない方のためにちょっとね、最近ジグザグのウィキペディアがすごい更新があったことということでね、ご説明したいと思います。じゃあ一緒にウィキペディア見てみましょう。はい、新天地開闢集団ジグザグは、日本のビジュアル系バンド、はい、ビジュアル系バンドですね。で、またルックスがね、御事様素晴らしいわけですよ。僕前回の動画で神様だ神様だってひたすら言ってたんですけど、どうやら神に祈る祈祷師様らしいですね。ちょっと僕勘違いしてしまいました。ごめんなさいね、本当にコンセプトを分かってなかったです。じゃあジグザグのコンセプトを、ご紹介するとね、まずね、愚かな者に救いの手を差し伸べるというコンセプトに結成されたバンドです。で開催されるライブは、みそぎと呼ばれます。みそぎですよ。いいですか？みそぎです。ライブじゃないんです。そして参加されるファンの方は、参拝者と呼ばれます。はい。神社ですね。祈祷なので。はい。なので、多分、チケット代もお布施って呼びます。はい。これ適当ですけどね。多分呼んでくれると思います。で、これまでの活動は大まかに次のように分けられる。氷河期、原始時代、旧石器時代、アスカ時代、戦国時代、4人組での時代、そして3人組での底辺時代があって、現在に至る。ということでね、いろんな歴史があるバンドなんですよ。ポットでじゃないってことなんですね。で、氷河期から、原始時代では、メンバーの映像はほとんど公開してなかったらしいです。そして、ライブの模様も一切公開しておらず、ビジュアル系の闇、つながり、営業、掲示板、ビジュアル系界隈って大体そういうビジュアル系の好きな人だけの掲示板とかあるらしいですよ。についての風刺をコンセプトにしたバンドらしいです。だから社会風刺バンドで、結構ね、ビジュアル系でもロックな部類ですよ。もうね、あれですよ、セックスピストルズですよ。で、コンセプトで神秘なみそぎのみを行って、そして原始時代中期から戦国時代の頃まではサークル模写や振り付けを増やし、演者と観客が楽しむコンセプトを中心としながらも、表現がソフトになっては来たが、ビジュアル系風刺を貫き、戦国時代が明ける頃には初期のビジュアル系を風刺する作風は、影を潜め、コミックバンドとしての要素を向上し、コミックバンドだったんだね。コミックバンドとしてレベルアップしたと。で、よりビジュアル系ライト層、ロックバンド層に近いコンセプトに向かった。いい傾向ですね。はじめはやっぱり、尖ってたわけですよ。僕も尖ってた時期ありました。もう触るものすべて、興味を示してた。そんなライクエンジェルみたいなね。
あの時期ありましたけども、あのだんだん丸くなって、だんだんグラサンをかけて、で二重人格になって小点々に今なりました。そんな感じでやっぱり人には歴史があるように、バンドにも歴史があるわけですよ。より一般ライト層に向けたコンセプトが進んだほか、テレビ出演でメンバーがマイメロディー好きを公言したり、メンバーが積極的にインスタグラムや YouTube の配信を行い、個々のパーソナリティも公開したりするなど、短さを押し出しているということでね。僕ね、ドラムの影丸様フォローしてるんですけどね、その影丸様が10キロとかかなりなでかいダンベルをね、こうやって上げながらあのドラムを叩くというね、あの凄技を見せてくれるねアカウントがあるんですけど、あのそこら辺もすごく大好きです。というわけで、こういう歴史のあるバンドの人気曲、復讐は正義、これを一緒に聴いていってみましょう。それでは行ってみましょう。あ、すいません、間違えました。え、もう一回行きます。もう一回行きます。はい、はい、すいませんでした。はい、こちらだね、こっちだね。はい、では新天地開闢集団ジグザグ、復讐は正義、徹底解説行ってみましょう。もうフレーズがかっこいいんだよな。新しくはい、こうしようだ。かっけー、やばいね。それで、おーいって言った、この発声ですね。この発声がいわゆるデス声というもの出ます。デス声っていろいろ、おーいおーいとか、えーいとか、あーとか、いろんな種類があるんですけど、大まかに2種類あります。そして今回、みことさまはここの中の2種類のうちの、まず1つ目、最初に出したデス声が声帯を使って使われる、ガテラルという発声ですね。おーいと、こういう感じです。もう一回聞いてみましょう。はい、こうしようだ。かっけーなー。おーい、のせいでは流星銀の土地しが尽くしております。生きるとは似たりゃけしかゆくさまにも行く。いやかっけーね。で、ここのデス声なんですけども、うわーいってやってるんですけど、ガテラルという声帯を地声のポジションで使いながら出すデス声と、さらに普通の発声で言うと地声、裏声あるじゃないですか。で、この裏声を使いながらデス声を出すっていうテクニックで、スクリームっていうのがあるんですよ。で、それをやると、えぇーという、こういう声があります。で、裏を聞いたらわかる。これね、あの、ダブリングって言って、声を重ねてるんですよ。みこと様がね、ガテラルの声にうっすりスクリーンも入れて、二つの声を合わせてやってるんで、この雰囲気になってます。もう一度聞いてみよう。いくぞ。ほら、ここから残ってる。ね。だから、途中でみこと様が歌わなくなっても、ここ裏で鳴ってる音楽で、うわーという、こういう高い音のデス声、そして低い音のデス声という2種類使ってるんですよ。じゃあね、こっからどうなるのか、これライブ音源でここまでのクオリティを出すっていうのがすごいんですけどね。じゃあ続きいってみましょう。ここ見どころなんですよね。誰でもいいから触れてほしくて。ここがグロールという発声になります。ガテラルっていうのとグロールっていう2種類の名前のデス声があります。で、今さっき使ったのがこのグロールの中でも下水道ボイスって、一番ね、なんかもう下水道が流れてるみたいな、ごめんね、お食事中の方ごめんなさいね。あの笑点亭のチャンネルは基本的にはあのお食事中の方でもちゃんと見える内容にしてるつもりなんですけども、どうしてもこれはあのそういう表現、デス声界のあのそういう呼び名があるんで、あえてその呼び名をしてます。まああのね、あの、うん、水道ボイスにしましょう。ソフトな表現で、あの今は水道ボイスにしましょう。で、水道で水が流れてるようなね感じでね、聞こえるというのがそれです。
で、ここで、ガテラルとグロールって何が違うのっていうのをはっきり言うと、基本的にデス声っていうのは2種類なんですよ。ガテラルとグロールなんですね。で、ガテラルっていうのがどういうものかというと、声帯を使って、こういう風に細かく出していく。この音がガテラルです。グロールはね、実はね、声帯のちょっと手前にね、仮声帯、仮の声帯という、声帯ともう一枚、まあ、声帯っぽいヒダがいるんですよ。まあ、そういうもので、二重三重にね、気道に食べ物とかが入らないように、僕ら人間の仕組みってなってるんですけども、その仮声帯を使うと、いわゆる、ちょっと太いデス声になるんですね。こんな感じです。これで、誰でもいいから触れてほしくて、いや。でも、これね、みことさま上手すぎるんですよ。僕はデス声専門ではないので、あ、そういう風に2種類も使い分けてんだ、すげえなーって思ってくれたら OK です。そこにね、さっきのスクリームも入ってることで、この3種類がどう使われているか、これを、今回はガンガン見ていきましょう。いきます！美しい。ここ、ミドルボイスですね。地声、裏声あって、地声と裏声の中間の声、この、あー、この声で、降り出した雨の音が、こういう風に歌っています。かっけーねー。うるさくてまた耳を塞いだ寄せはいい。いやー、このみこと様やっぱすごいのが、やっぱり地声の強さが凄まじいんですね。で、普通に地声だと、あー、これぐらいじゃないですか。僕が歌うと、僕地声そんなに強くないタイプなんで、傷口開くから、これぐらいで収まるんですよ。なんですけど、みことさんは僕で言うと、かなり地声の方に寄ったような声で、傷口開くから、こういう風に、この周波数を使い分けてる。しかも、ここから、さらに、地声よりにして、サビを行くんです。そうすると、どういう声になるのか、ここから見ていきましょう。あー、かっけーなー。私を落としたあなたが、ここなんですけど、ここで使われるのが、地声、裏声、ミドルがあったら、それをさらに地声寄りにして、普通に僕が歌うと、あなたが、これミドルです。で、地声寄りにすると、地声ミックスという、ミックスボイスというものになるんですね。私を落としたあなたが、こういう風に歌っています。これによって、あなたっていう声がね、より憎しみが伝わるように、畜生、あなたがっていう風に、表現しているんでね。やっぱりね、復讐は正義というね、テーマの曲なんで、そういう風なね、憎しみがこもるような歌い方をしています。ここをね、テクニカルに、しかもこれライブでできているんでね、これレコーディングじゃないんですよ。これすごくないですか？そういう凄まじい、やっぱり超人なんですね。では続き行きましょう。今の裏声ね。ここはガテラルにさらに声をこもらせて共鳴をつけて、こういう風に出しています。かっけーね。なんやとというわけでね、みこと様のここの素晴らしい魅力はもう一つあるんですよ。みこと様って、歌とかね、動画編集もできるんですよ。なんとギターも弾けるんですよ。しかもね、ギターのこれがバカテクなんですよ。ぜひ聴いてください。行くよ。早い。俺ね、やっぱね、ギターこんだけ弾けるボーカルやっぱ好きだわ。個人的に、やっぱりギター、僕も最初実はボーカルじゃなかったんですよ。
ギタリストから入った口なんで、やっぱギターが弾けるボーカルって、しかもこんだけソロも弾けるっていうね、スタイルってすごく親近感湧くし、すごい大好きです。いやー最高だね。さあ、ここから、後半だ。どうなるか聞いてみましょう。いやーかけ。わけもわからず涙止まらなくていや。なんで最高ね、メタリカっぽくなったんですけど、ていやって。最高ですね。これがグロールですね。やっぱり水道ボイスです。水道ボイスを使ってます。じゃあ続き行ってみましょう。うまいなぁ。ここで、覚えていますか、あなたが、っていう風に、ミックスミックスミックス、ミドルミドル裏声、っていう風に、こういう流れを作ってるんですね。今感じてる。で、もう、デス声の雰囲気からクッとで、逆に、イケメンボイスにね、引き込まれるというね、これは演出ですよ。巫女様のもう手のひらの上で僕らの心は動かされてるわけですよ。では続きいこう。自分に癖かっけーなー、かっけーなー。ここで止めたくないんだけどね。最初の方はミドルで言ってたのが、地声よりのミックスボイスを使って、いつもくれてたことって、これで音程が正確にバチッ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 とハマりながらね、言っているということで、さすが巫女様、もう命様ですよ。じゃあ行こう、続きだ。いや、ごめんね。ごめんね。ボーカルじゃないんだけどさ、僕、影丸様のね、このドラミング、めちゃくちゃ好きなんですよ。これ、グレンゲのカバーの時も言ったんだけど、バカテクじゃないこれ。一拍に、タタタタタタ、1,2,3,4,5,6 ってね、入ってるのがずーっとね、連続して入ってるっていうね。気持ちいい、気持ちいいよ、気持ちいいよ。歌っててめちゃくちゃ気持ちいいよ。いやー、これね、ぜひカラオケでね、難しいけど練習してほしい。もう本当にロックの魂めっちゃありますね。じゃあ最後まで聞いてみよう。いやー、素晴らしいね、素晴らしいね。あ、髪型直します。はい、というわけでいかがだったでしょうか。ジグザグ、復讐は正義。3つのね、デス声聞き分けできたでしょうか。さらにそれに地声、裏声、ミドルボイス、地声ミックス。今回裏声ミックスボイスは出てこなかったんですけどね。こういう感じでもう使い分け使い分けですよ。で、何よりもやっぱり巫女様の素晴らしいのはこれギター弾きながら歌うというね。もう本当に巫女様って本当にいいもんですね。はい、というわけでこの動画いかがだったでしょうか。面白かった、楽しかった、役に立った、いや巫女様やっぱすげえわ、そう思っていただきましたらチャンネル登録、あとグッドボタンよろしくお願いします。さらにこの動画にはサクセスボイスからプレゼントがついてます。10年で1万人が成果実証済みの誰でも思い通りの高音で歌えるようになれる超速高音ボイストレーニング教材、これを無料配布いたします。これは YouTube では公開してない内容で、本質的で科学的な内容を誰でも実践できるように構成した動画教材です。僕のミッションは世界中から声や歌で悩む人をなくすこと、それと同時に悪徳な事務所や根拠のない危険なボイトレの被害に遭う方をなくしたいという思いがあります。ですので今回の教材も期間限定で無料でお渡しします。無料怪しい、あ、そう思わないで、本当にちゃんと学んでほしいんで配っていますんでね、ぜひゲットしておいてください。ただし、告知なく消える場合もありますので早めに学んでおいてください。プレゼント教材の受け取り方法はこの動画の概要欄を今すぐチェックしてみてください。
はい、それでは始まりました、前回の動画グッド最多賞は斉藤あっこさん、世紀末の素晴らしさをもっとたくさんの人に知ってほしい、歌は言うまでもなく演奏技術も最高というコメントがグッド最多賞です。おめでとうございます。そして超天帝の心にレッツトレーニング賞はキャット0524さん、当たり前だよ、カーカーは何年歌ってると思ってんの、10万年だよ、10万年ということでね、過去にねデーモンカッカのね解説したんですけどね、いやそうだよな、10万年歌ったらカッカぐらい上手くなるよな、みこと様0歳だけどね、0歳対10万年ね、これいつか見てみたいですね。というわけで、今回も発声解説楽しくすることができました。最後まで見てくれてありがとうございます。いや本当歌っていいもんですね。それではまた次の動画でお会いしましょう。レッツトレーニング、バイバイ。